いい、e、セレクチンは細胞接着分子セレクチンの一種であり、サイトカインによって活性化された血管内皮細胞で発現する。CD62E、エラムマイナス1、ロカム2としても知られる。他のセレクチンと同様、炎症に重要な役割を果たす。人では、い、e、いセレクチンはセレイ電子に行動されている。E セレクチンは、N マッタンの C 型レクチンドメイン。 EGF 様ドメイン、6つの寿司ドメイン、膜貫通ドメイン、細胞内の細胞質テールから構成される。人の良、e、いセレクチンのリガンド結合領域の構造は、1994年に2.0の分解能で決定されている。その構造からは、2つのドメイン間の限定的な接触と他の C 型レクチンからは予想されていなかった様式でのカルシウムイオンの範囲が、 明らかにされた。構造機能解析からは、リガンド結合に関与している、可能性のある領域とアミノ酸側差が特定された。シアリルルイステン4等と結合した E セレクチンの構造は2000年に解かれた。人では E セレクチンはセレイ電子にコードされている。C 型レクチンドメイン、EGF 様ドメイン、SCR リピート、膜貫通ドメインは、 それぞれ別個のエクソンにコードされており、細胞質ドメインは2つのエクソンからなる。一番染色体上の E セレクチンの遺伝子座は、L セレクチンの遺伝子座と隣接している。バイベルパラーで固定と呼ばれる商法に貯蔵されている P セレクチンとは異なり、E セレクチンは細胞内に貯蔵されず、細胞表面での発現には転写、翻訳、そして表面への輸送が必要となる。 E セレクチンの酸性は、P セレクチンの発現によって刺激され、P セレクチンは TNFα、l ル1、リポタ等によって刺激される。サイトカインの認識後、E セレクチンが血管内皮細胞の表面に発現するまでには、約2時間かかる。E セレクチンの発現はサイトカインによる刺激から6、12時間後に最大となり、24時間以内に、規定レベルへと戻る。 釣り応力も良い,いセレクチンの発言に影響を与えることが知られている。強い先端流は、拒血再管流障害時に見られるイルマイナス1、β に対する急性応答を更新する。一方、迅速に良い,いセレクチンをダウンリギュレーションして慢性的な炎症から保護する。ゲニステーン、ホルモノネチン、ビオカニン A、大前円など、エストロゲン様の生物学的活性を示す。 植物由来化合物であるフィトエストロゲンやそれらの混合物は細胞表面や培養上真中の E セレクチンビカムマイナス1アイカムマイナス1の量を減少させることが判明している E セレクチンは特定の白血球の細胞表面タンパク質に存在するシアル化動作を認識して結合する E セレクチンのリガンドは高中級、単級、高酸級 エフェクターメモリー T 細胞、ナチュラルキラー細胞に発現している。これらの細胞種は E セレクチンの発現と関係して、急性、慢性炎症部位に存在しており、そのため E セレクチンがこれらの細胞を炎症部位へリクルートしていることが示唆されている。リガンドとなる動作には、単球、下流球、T 細胞に存在する、ルイス X、ルイス A ファミリーのメンバーがある。 高中級と骨髄性細胞に存在する、糖タンパク質 ESL-1 は、最初に記載された E セレクチンのカウンターレセプターで、ある。ESL-1 は、受容体系チロシンキナーゼである、FGF 受容体のバリアントであり、E セレクチンへの結合は、細胞内でのシグナル伝達の開始に関与している、可能性がある。人高中級の PSGL-1 も、 内皮に発現した E セレクチンの流動条件下での高効率なリガンドである。PSGL-1 は炎症組織の周囲の活性化内皮での白血球のローリングを媒介する。ESL-1 と PSGL-1 はどちらも E、P セレクチンと結合するためのシアリルイス A、X を持っている。E セレクチンは主要細胞上のリガンドと結合し、 主要細胞の内皮細胞への接着を媒介することが知られており、E セレクチンのリガンドはガンの転移に関与している。ESL-1 や PSGL-1 のインビボでの転移における役割は確立されておらず、明確な実証はなされていないものの、骨に転移した前立腺ガン細胞の表面で PSGL-1 が検出されていることから PSGL-1 が 前立腺癌細胞の骨への浸潤に関与している可能性が示唆されている。癌細胞の良、e、いセレクチンリガンドとしては結が癌細胞上の CD44、DR3、ランプ1、ランプ2、乳癌細胞上の CD44V、MAC2、BP、ガングリオシドなどが同定されている。人の高中級ではスフィンを糖し出、ヌークアルファに 3GRβ1 から4グルクナック β1 から3、ギャル β1 から4グルクナック β1 から3、に、ギャル β1 から4グルクナック β1 から3、にギャル、β1 から 4GLCβ3 とその類縁構造が E セレクチンの機能的なレセプターである。E セレクチンは炎症時に損傷部位への白血球のリクルートに重要な役割を果たす。 炎症組織におけるマクロファージによるウイルマイナス1と TNFα の局所的な放出は近接する血管内皮細胞で良い、e、セレクチンの過剰発現を誘導する。適切なリガンドを発現している血中の白血球は血流によるずり応力下でも良、e、いセレクチンに対して低い神話性で結合し、一過的な相互作用の形成と崩壊によって血管の内壁に沿ってローリングする。 炎症反応が進行すると、損傷組織から放出されたケモカインが、血管に侵入してローリングしている。白血球を活性化し、白血球は内皮表面への強固な結合が可能となって、組織への侵入が開始される。P セレクチンも同様の機能を持つが、P セレクチンは必要に応じて合成されるのではなく、細胞内に貯蔵されているため、数分以内に、 内皮細胞表面に発現する。E セレクチンは炎症刺激時に内皮細胞に誘導され、探求や HL60 発血病細胞の接着を媒介する膜貫通受容体として最初に発見された。このことから、癌細胞は L-1β や TNFα などの炎症性サイトカインを分泌し、離れた点 EV で いいセレクチンを誘導するという仮説が提唱された。この誘導により、循環主要細胞は刺激された部位で停止し、活性化された内皮に沿ってローリングし、血管外に出て転移を行うことができるようになると考えられている。その後の研究により、血腸癌細胞へのいいセレクチンの結合は、転移脳の増加と相関していること、複数のタイプの癌細胞が通常は、 免疫細胞に発現している、糖タンパク質や糖脂質のリガンドを利用して、E セレクチンに結合していることが示された。さらに、先段流条件下では、癌細胞は E セレクチンと最初に結合するという結合機構のカスケードが研究から示されている。癌細胞はまず E セレクチンと結合することで、マジックテープのような相互作用を形成し、 その後により親和性の高いインテグリンと結合することで主要細胞と活性化したない人の間に強固な結合が形成される。インビトロでのデータや臨床的な証拠の多くが E セレクチンを介した癌転移仮説を支持している一方で癌の転移に関するインビボでの研究では E セレクチンのノックアウトが白血病細胞、注入直後の骨への接着へ与える影響は わずかなものであること、実験的な肺への転移は、E セレクチンの遺伝的血質の影響を受けないことが示されている。このパラドックスは、E セレクチンは骨髄の内皮細胞では、工場的に発現しているだけであり、そこで増血に重要な役割を果たしていると考えられるが、E セレクチンを介した下流経路の活性化は結合の30時間後に生じ、 また E セレクチンは骨へ転移する細胞にハイジャックされるが他の部位では起こらないためであると考えられる。このデータは E セレクチン阻害剤を用いて乳がんの骨転移を抑制するという現在進行中の臨床研究を裏付けるものでもある。E セレクチンのリガンドの生物学は複雑であり様々ながん細胞で少なくとも15種類の 糖タンパク質や糖質 E が引くセレクチンの基質となることが記載されているが、骨転移を媒介することが示されたのは、糖タンパク質 GLG1 のみであった。リガンドやその組み合わせによって、ガンの転移の機構は異なると考えられる。また E、セレクチンノックアウトマウスでは、原発層での腫瘍の成長が増大することも示されている。 主要細胞から局所的に分泌されたサイトカインに応答した E セレクチンの誘導は主要細胞との直接的な相互作用だけでなく抗がん剤を内包したスレックス結合など粒子や血をアップタマーの主要特異的な標的化を可能にする。さらに E セレクチンは探求を原発層や肺転移層にリクルートし炎症性の主要微小環境を促進する機能を有する。 可能性がある。こうした、相互作用の遮断や、カーテー細胞のい、e、セレクチン性成分への輸送が可能になれば、将来的な治療法の開発につながる可能性がある。排血症などで血糖値が上昇した場合には、e、いセレクチンの発言は、正常よりも高くなり、微小血管の透過性が高くなる。透過性の増大は、骨格筋の血管内皮の不死をもたらし、 骨格筋の拒血と、最終的には、エシュが引き起こされる。この気候は、重症疾患と発ニューロパチー、ミオパチーの原因となる、病理である。ベルベリンなどの伝統中国医学の薬剤は、良いセレクチンを、ダウンレギュレーションする。人最大上脈内皮細胞へのジンジバリス菌、パーファイロモナスジンジャバリスの接着は、TNFα による良、e、いセレクチンの、 誘導によって増大することが示されている。E セレクチンやシアリルルイス X に対する抗体は t n f アルファで刺激されたフーベックへの P ジンジャバリスの接着を抑制する。音波様タンパク質 PGM6-7 を書く変異型 P ジンジャバリスは刺激されたフーベックへの接着が減少するが、専門を欠損した変異体は影響を受けない。E セレクチンを介した P ジンジャバリスの接着は内皮細胞のエキソサイトーシスを活性化する。これらの結果からは、宿主の E セレクチンと病原体の PGM6、7の相互作用が P ジンジャバリスの内皮細胞への接着を媒介し、血管の炎症を開始している可能性が示唆される。急性間症候群患者の脆弱なプラークの内膜では E セレクチンと p イナス1の発現が 免疫組織科学的に大きく増加しており、特に新生血管の内皮細胞で顕著であった。また、ピコム -1 と E セレクチンの発現は、炎症性細胞の密度と性の相関があり、炎症反応と脆弱なプラークの形成に重要な役割を果たしている可能性が示唆された。E セレクチンのセール128アーグ多形は ACS と関連しており、 ACS の危険因子である可能性がある。喫煙は血管内皮の機能不全を誘導し、アテローム性動脈硬化の可能性の増加と強く関連している。内皮細胞では、タバコの煙に含まれる依存性成分であるニコチンへの曝露によって、E セレクチンなど様々な細胞接着分子がアップレギュレーションされることが示されている。 ニコチン刺激による探求の内皮細胞への接着は、α7 なくれ、β レンジの1の活性化と、CSRC によって調節される E2 回1を介した E セレクチン遺伝子の転写の増加に依存している。したがって、RRD-251 など E2 回1の活性を標的とする薬剤は、喫煙を原因とするアテローム性動脈硬化の治療に有用である。 可能性がある。人の破裂した脳動脈瘤の組織では E セレクチンの発現が増加していることも判明している。E セレクチンは炎症を促進して脳動脈壁を弱め脳動脈瘤の形成や破裂の過程に関与する重要な因子である可能性がある。E セレクチンは大腸癌などいくつかの癌の転移や再発のバイオマーカーとしても注目されている。 ありがとうございます。